いやー、でも東博樹の話しますか。俺、びっくりしたよ、あの展開には。最後まで見てたの、生で。俺、なんかちょっと寝落ちしちゃったのね。全体的には見てて。今日ももう一回見たけど、上田さんに切れてたから。もう僕はこれから死ぬよとか言って。で、上田さんがその死ぬって言ったことに、いや、バカじゃないのって言ったら、ふざけんな、バーンと叩いて。いい加減にしてくれよ、みたいな。なんか、本当マジ上田さんって人かわいそうだ。なんか、上田さんって人絶対いい人なんだけどさ。で、そのバランスも取れて多分すごい素晴らしい人なんだろうけど、逆に東博樹と相性悪いなって思うのは、なんか、それ東博樹の反応を真に受けて対応しちゃうっていうさ、あれを流さないとダメなんだよねと思うんだよ。確かあれに。でかまっちゃうから、なんか話をどんどんそうだよねみたいななんか話を深掘りして広げ、拡張していくんだけど、はい、いい、はいはいはいっつってもうなんかもう、ほんでみたいな人の方が、確かに。すごい、東博樹的には多分本当は生きやすいっていうか、なのに、ふざけん、何流してんですか、へえ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 、つってやつでもいいんだ。もう確かに、その端々に、確かに俺も、そこそれ違うなと思って、なんかさ、例えばさ、コメントする人が、なんかこういうコメントしたとかの時に、なんか東博樹と同じ目線で一緒に怒ったりするじゃん。そうそうそう。なんかさ、東博樹はちょっとピキッとなっちゃって、これはって言った時に、同じ感じでピキッとして、これはダメ、これはダメ、これはダメって一緒になって言うじゃん。そう。そうじゃない方がいいよね。そう。そうじゃない方がいい。もう真逆の熱の星とのが、昔の恵みとかの方がいい。あ、そうなんだ。はいはい。癖って嫌なんですね。つって、なんか、はいはいはい。ちょっといなす感じね。だから口臭いの時も、なんで臭いとかって、そんなの電波で分かることじゃないし、みたいなことを言ってたじゃん。広げちゃダメ、そ広げちゃダメって。うだからっていう、そこをだから、真に受けちゃうから、東博樹は逃げ場がなくなっちゃうから、そうそうそう。そこなんかお笑いのノリが一番いいよね。東博樹はでも、とことん持ってきたいからね、これはもう中年男性だからだ、中年男性だからこういうふうに言われてしまうんだみたいに、もう突っ走ってるもんね、俺こっちに持ってったろっていう。もうだって話も聞いて、上田さんが、私もそうです。そうじゃないとか、もう聞く気ないじゃない。あれひどいと思うよ、マジで。上田さんが言ってることに対して、いや、あなたはそうじゃないとか、女性はいいんですよ、とか。お前の方がもう結構モラハラっていうか、いや、傷ついたのはかわいそうだけど、だからって今実際に横にいる人の話を聞かないっていうのはまた違う話なんだよ。そうだね。あれ見た？途中、ちょっと前のところでさ、唐突にコメントで、菊池成吉さんがなんか尊敬するって言ってましたっていうふうに言ったの。もう、ホクホクよ。菊池さんが？僕に届いてないですよ。菊池さん。もう直接メッセージくださいよ。全く届いてないですからね。いや、嬉しいな。本当は嬉しいな。菊池さんってさ、すごいおしゃれじゃん。僕なんかからしたらすごいおしゃれなわけですよ。でも本当尊敬してます。やっぱね、音楽とかもね、その作ってる姿勢とかね、もうかっこいいですからね、とか言って。極めておしゃれって言ってなかった？ 極めてよ。あいつ極めて大好きやから。だからそう、いいんだよね。ありがたい言葉はフルで受け取ります。そして嫌なこともフルで受け取りますっていうブレはないんだよね。だから、なんかほら、それ偉いよね。だってさ、そういう嬉しいのだけを受け取らずに、待ってくれよ。なんで口が臭いのって、どういうことだよっつって。でもさ、結構いい活動だよね。なんか、あ、そうかと。なんか、いや、嫌なこと言われたら流しゃいいんだよっていうのが今の世の中だけど、そうじゃないと。そういうことを軽はずみに言ったら、こんなに大ごとなるんだぞと。でも斎藤さん今その逆行こうとしてるじゃん。どういうこと？もう流していくんでしょ？ あ、俺自身のプライベートね。取り合わないんでしょ？そういうの。俺のプライベートはもう、向きにならない。前までは昨日のアズバンみたいに、そうだよ。なんで、存在が？学がないって言われましたみたいな、なんか。今な、言った？言ってないよね。で、言ってない！ドーンっていう。はい、怒鳴った。はい、怒鳴った。はい、大きい声出した。心が傷つきましたって言われるから。
まあね、しゃあない、東さんはああやってね、こう戦うけど、まあ俺はまあちょっと向きにはもうならないかな。え、でもそれってできるの、斉藤さんに。多分できそう。おう、どうして急に。何も得るものがないことが分かった。ああ、で、よかったね。まあ、そうだね、それは思ったよ。もう、得るものがない。まあ、東洋輝さんのその活動は俺は尊いけど、一つ社会的意義があるのは、コメントするからね、責任持てよっていう。うんうん。私が臭いとかって、うん、なんで配信のね、匂いなんか伝わらないのに、断定的に人のことをそうやって言ったら、俺は怒ると。他の人は流すかもしれない。でも俺は怒るんだっていう活動に、そこになんか多分社会に意味があるじゃない。うん。けど俺が家庭内で正したところで、それはもう社会に行かないし、うん。だからもういいです。この人たちってなんかそういうふうにプラスにはもうならないからやめます。だから。だけどもう東洋輝のその切れ方とかって、じゃあ果たしてそんなにいい理解者がいるかっていう話だよね。うん。うわ、このおっさんやべえよ、つって。まあ、そういうマーケティングがあるのかもしれない。なんか変なキャラクター。やべえおっさんいるぞっていう。で、うわ、このやべえおっさん、やばいけど、いいこと言うよねっていう、うんうん。それもありなのかもしれないっていうね。まあ、それで見てるかようなもんだからね。ねえ、そうそうそう。まあ、どっちも、まあ、何かしら得るものはあると思うわ。ああいう配信で、些細なことに切れるっていうの。うん。確かに、あれは何かすれば何かしらなるからね。ねえ。もし、まあ面白い人だなって。まあ大人じゃなくていいよね、ある意味ね。ああいうとこに突っかかるんだもん。流しちゃう癖あるじゃない。みんな今の人は。なんかあったよね。スルー力とかいう言葉あるでしょ。あったね。真逆だもんね。スルーしない力だもんね。東洋輝のスルーしない力って一冊本書けそうじゃん。まあかっこいいんじゃね、ある意味わかんないけど。なんかそのかっこいい。なんか孤独な俺みたいな。うん、なのに、ああいうトップ、ちゃんと配信をしてかっこ悪いところを必ず残すっていう。だからやめられねえんだよ。そうだな。なんか見ちゃうんだよな。だからものすごく人間味があるんだよね。本人は否定するけど、ものすごいなんかすごい、ただの人間感がすごい。